ノースヒルズ公式がウマ娘のトランセンドに反応？に対するみんなの反応。ノースヒルズのノリがどんどん軽くなってきててダメだった。ノースヒルズが心を得たんですか？ノースヒルズのアカウントってこんなゆるキャラみたいな人だっけ？まあウマ娘の一覧が許可純説が本当だとしたら音沙汰なしですごい待たされてるから。リプランサー。何栄養しとんねん。このダービージョッキー強いな。栄養かけてて草。改めてウマ娘すごいとこまで来たなー。ちょっと前まではウマ娘について言及してくれる馬主さんはほとんどいなかった記憶。早いうちから寄り添ってくれてる西山さんやっぱすげーわ。シーザリオのあたりから雰囲気が変わったような気がする。いいぞもっとやれ。改めて面白いコンテンツだなぁと思うよ。加藤厩舎で芝2400メートル。もう怖いものなんてねえんだよとは言ってたけど本当に何でもありだな。ツイートするだけで面白い厩舎は加藤だけ。これで馬娘になれる馬が出たらシナリオがバグりそう。3周年がいろいろと盛り上がって嬉しいわ。実装からわずかな時間しか経っていないのに、すでに多くの人を魅了している魔性の娘よ。いろんな人が楽しんでいて何よりです。イグナイターの野田オーナーもエスポワールシティのアプリ内実装に反応してくれてるな。そのままアーネストリーも実装させてほしいべ。トランセンドさんに大声でありがトランセンド叫んでるのも草。ノーリーズン発表の時のポストが過去一バズったとか言ってたし。しれっと栄養してて変な声出た。これを気にノースヒルズ×加藤厩舎が実現したらマジで応援する。なんでしょっぱなトランセンド？って思ってたけど、なんとなく分かってきた気がする。キャラとして自信ありプラスお待たせしてた方々がいたんやね。あとは 3.11 と深い関係があるからどうしてもこの時期に出したかったんだろうな。育成実装発表が 3.11 だったもんな、そして育成ストーリー見たら納得しかなかった。震災に関してシナリオに組み込むのはちょっと心配だったけど杞憂だった。すごく丁寧に描写されてたし、考えさせられる内容だった。ネオユニアブラもそうだけど、一人目はなるべく早くプラスいいシナリオを提供することで好印象を与えて今後も付き合いよろしくって算段だと思う。どんどんトランセンドが欲しくなる。キャラが好みで引いたらシナリオ良すぎの二枚越し食らうぞ。そのうちガキの接待ルムマとかやったりしそう。手加減してることがバレないようハリボテの高評価馬娘を出すのか。すごい金が動いてる世界でオタクの会話みたいなノリされると脳がバグるんよ。シナリオ読むだけでもいいからぜひやってもらいたいね。現役記者がシナリオ読んだら当時の厩務員と助手の顔が真っ先に浮かんできた。他の競馬芸だとこういう感情は抱かないから新鮮だっていうくらいだし今のところ唯一無二。他の競馬ゲームはレースに焦点を当てたものばかりだもんね。競走馬や競馬関係者、観客含めたドラマに焦点を当てたゲームって馬娘くらいじゃないかな。人の形を模した姿で言語を介するからこそできることなんだろう。そもそも当時の厩舎の雰囲気なんていう情報どこで仕入れるねんという疑問が。きっと90年代からずっと競馬を見続けてきた筋金入りが開発チームにいるってことだろうな。何十人もいるプレイアブル全員に個別シナリオが用意されてるスポーツゲーって時点でレアだからな。3周年がまさかこんな形で盛り上がるとは思ってなかった。育成でちょこちょこトランセンドと帝王が絡んでるけど実際にもなんか絡みというか縁があるの？帝王が2冠取った時の騎手イコールトランセンドの調教師。帝王が騎手としての初 G1 勝利で、トランセンドが調教師としての初 G1 勝利。ウマ娘ってなんか天才のシナリオライター混じってるよね。題材が生物だからね、半端なものは出せないと気を引き締めてる。調整ルームで缶詰中の竹豊騎手がアイデアメモ作っていたりして。トランセンドジャパンにトランセンドはそう簡単にはトラセンド、というところか、ふ。こいつやばい、好きになっちまった。とんでもねえ伏兵だった。タイミング的にはバレンタイン直後にあれ来るもんな。人によっては本当に予想できないタイミングで揺さぶられるな。まだキャラスト4話までしか見られてないけど育成やばそうだなこの子。切り口がこれまでになさすぎて心が揺れてる。
自分売り込むの癒しい、好き。親友要素とあの事件の要素で気持ちがめちゃくちゃになるのいいよね。全然良くない。構成が上手いというか、それまでの流れがあそこからひっくり返されるので気持ちがシンクロする。血糖値が乱高下するシナリオだった。これ絶対来年の今の時期にピサ実装する気満々のやつじゃん。なんかこう見た目が人気の出るサブキャラみたいな、各ヒロインの好感度を教えてくれるサブヒロインみたいな。こんなに顔がいいと思ったの初めてかもしれん。距離感でウッとなるし、シナリオでウッとなる。お得しようだ。地鳴りの SE だけでもちょっとウッってなっちゃうから困る。本命に振られたあたりで牙を剥くタイプの娘。育成前ストーリーで俺の脳内のいろいろなものが破壊された。このズーズーしいタヌキとずっと一緒にいたい。弓の時も強めの匂わせあったし、いつかはやるだろうとは思ってはいたけど、だいぶしっかり扱ってきたな。引かずにシナリオ4話まで見ただけだけど、これトランセンドルートクリアしてない？第1話の時点ですでに交際始まってて、第4話で結婚するやつ初めて見た。正直全く知らない馬だったけど、すごく回したくなってる自分がいてびっくり。ちゃんとした理由と語りたいことがあって実装してるんだなって感想。タイミングとしては無謀にさえ思えたけど、そりゃこのタイミングに実装するしかねえって熱意を感じた。クラブ初の馬娘はなんか気合入ってる印象あるわ。本物のファンファーレ実装したのはこのためだったのかと思わせるレベルのマイル南部杯の演出。キャラについて語りたいこととシナリオについて語りたいことがそれぞれインパクトありすぎて、マジで人生いつ何が起きるかわからんよね。今年の夏はトランセンドに会いに行こうと思う。3周年直後の稼ぎ時？知るか、トランセンド出すなら3月初旬しかねえんだよって感じ。リアルトランセンドはなんかすごい顔芸するらしいな。もしかしてベロ出してるのってそこから来てるの？ 3.11 はとてもデリケートな話題だけど、綺麗にまとめてくれたなって思う。自身演出あるって聞いて少し覚悟してたけど、普通に泣いちゃった。おつらい。この流れを受けて暴君オルフェが被災した民のために走る流れ来たら俺は耐えられないと思う。あの甘ったるいバレンタインから大震災につなげてくるのは本当に胃がキュッとなる。完全に忘れて楽しんでたから、あのイベント起きた時に当時現実でどうだったかが一瞬でフラッシュバックして、ちょっとヤバかった。ストーリー読んだらイチャコラしてますこいつら。なんかこううまく言えんけど、顔面が今までにないタイプの顔だよね。ちょっと垂れ目がちのタヌキ顔で、赤くて吸い込まれそうな目がニヤーっとするのがずるい。終盤めっちゃ思わせぶりな態度で、トレちゃん私のこと好きすぎでしょって内心が透けてて好き。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。